セントジョージターミナルを走るバス。セントジョージターミナルはニューヨーク市バス、スタテン島フェリー、スタテンアイランド鉄道の乗り場があるターミナルであり、ニューヨーク市スタテン島のセントジョージ地区に位置する。セントジョージフェリーターミナルはマンハッタン側のホワイトホールターミナルとを結ぶ、スタテン島フェリーのスタテン島側のターミナルである。フェリーは現在24時間営業している。 スタテントフェリーは 8.4km 所要25分を104回の航行で1900万人の乗客を乗せて航行している。フェリーは毎年3万3000回以上の航行を行っている。通常は15から20分間隔の運航をしているが乗客の少ない時間帯や夜間などには30分間隔まで減少する。また深夜。 早朝には1時間に1本となる。2006年11月からは、週末の早朝に30分間隔での運行を始めた。セントジョージ駅は、スタテンアイランド鉄道の北端の終着駅である。障害を持つ、アメリカ人法に基づき、障害者を考慮している駅の一つである。また、駅には4レーンのバスターミナル、及び車の駐車レーンを設けている。べての線路は、 駅の北端の車止めが終点となっている。もともと駅には上に何もなかったが1949年の火災をきっかけに施設が整った。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティはスタテン島にも多くのバス路線を持っている。そのうちのいくつかは路面電車の路線を引き継いで運行している。ありがとうございます。